花冷え、瀬戸内寂聴。朗読、花子です。慎吾から電話がかかってきたとき、と子は庭で植木の作業を手伝っていた。慌てて拭いた手に、まだ新鮮な春の土の匂いが残っている。どうしてる シンゴの穏やかな声が聞こえてきた。今、スオウの木を植えてるの。濡れ園の前に、ほら、ちっちゃな薪の木があったでしょあれ、一個抜いて。今朝、駅前の植木市で見つけたのよ。いっぱいいっぱい、つぼみがついてる。千五百円だったわ。智子は、春の日差しの中の肉体労働で、体中の細胞が暖かく膨らんでいる心よさから、 声にも弾みがついていた。とも子には向こうの電話口で、とも子の新しい家の人一人がやっと通れる庭とも呼べないような縁先の空き地を、大きな目の中に思い描いているシンゴの表情がくっきりと浮かんでくる。バラ植えと話はしたでしょいや、知らない。あら そうだったかしら。そういえば、シンゴの声を聞くのは半月ぶりだったかと、智子は初めて気づいた。同時に、さっきからの電話の自分の口調が、あの状態の頃と一向に変わっていないことにも気づかされていた。あの頃、妻子のあるシンゴが、智子の部屋で、 月の半分以上も暮らしていた時には、とも子はよく、信吾の家のある海辺の町から、信吾の声を聞いた。明日はもう、信吾が自分の部屋に来ると分かっていても、とも子は信吾の声を聞くと、早口に咳き込んで、信吾がとも子の部屋を去って以来の、新辺での出来事のすべてを、洗いざらい告げずには気が済まない。 仕事にしている染色の得意先をしくじった話。下宿の大家の老婆の全息の発作。新しく買ったショールの色。区民税の督促状について。一通り喋り続けて、智子が一息入れると、大抵。じゃあ、後ろに人が待ってるから。明日行く。 電話はシンゴの方から切れた。その時になって、いつでもとも子は、自分の状況報告ばかり一方的にして、シンゴの方については、何一つ聞かなかったことに気づく。とも子にわかるのは、とも子も行ったことのあるシンゴの町の、駅前の売店の赤電話の横で、次の人に電話を譲ったシンゴが、ピースを二箱買って、 左の袖口からそれを落とし込んでいる、ひょろりとした姿だった。そんな時、とも子の目に浮かぶ信号が、智子の部屋にいる時の、愛美人の手織折紬の着物に、青いへこ帯を巻きつけているのが、考えてみれば奇妙なことであった。智子は、信号が自分の家でどんな服装をし、 どんな茶舞台の前に座り、どのような茶碗で食事をするのか、想像もできなかった。第一、別れ話の出る直前、思い切ってシ吾の家を訪ねるまで、とも子は長い歳月の間に、一度もシ吾の住居を見たことがなかった。家族と顔を合わせたこともなかった。最後のそのチャンスにさえ、 と子は、慎吾の家族とかけ違って、会うことはついになかったのだ。けれども、別れて三月目の今、と子は、ジワキを持っている慎吾の服装からその姿勢まで、正確に思い描くことができる。今、慎吾は、と子に馴染み深い、例の紬の着物を着ているだろう。 友子と信吾の生活が染み込んでいる、かつての友子のあの部屋の廊下の隅に取り付けたあの電話の前に、猫背の背を一層丸め込んで受話器を握っているはずであった。三月前の年の背。いよいよ友子が信吾との八年の生活を生産して、この家に移り住むことが決まった時、 惜しいわね、ここ。こんな安くて便利なとこ。またとないわよ。ねえ、いっそ、新たち、あたしの後、ここへ引っ越してきたらどうかなと言い出したのは、とも子であった。大家が次男夫婦を住まわせるつもりで建てた、そのひょろ高い二階屋は、母屋のすぐ裏に、全く別棟になっていて、小口もしっかりしていた。 自難夫婦が突然、半永久的に地方勤めになったため、貸屋にしたものである。クリスチャンの大家は、一家中、気が弱く、世間の相場からは桁外れの安い家賃しか付けることができなかった。旧都心にありながら、その家の崖の下は、二千坪ほどの二十歳が残っていて、奇跡的な完成さに恵まれている。 それに、シンゴととも子で、無理散弾して、闇寝でつけた電話もあった。シンゴは表情の少ない顔に、珍しく、かすかに血の色を浮かせ、奇妙なびくしょを浮かべ、つぶやいた。さあ、どうかな。おかしいかしらそりゃ、おかしいさ。ふーん。 とも子は不服らしく、頬を膨らませた。夫が常人と住んでいた家へ、女の出て行った後、一家で移り住むということの機械さ、不自然さは、さすがにとも子にも分かっていた。けれども、とも子には世間の道徳から外れた非常識さが、長い信号との不自然な生活の中で身についていて、突飛で気境な発想をしたり、 躊躇もなく生活の中にその考えを実践してしまうところがある。でも、中根さんだって、私の後、また変な人に入られるより、真に残ってもらった方が安心じゃないのかしらうーん、そりゃあ、そうかもしれないな。大屋の中根家は、智子が入る前、グレン隊の一家に、それと知らずに貸してしまい、 散々手こずった苦い経験を持っていた。それ以来、極度のナコ恐怖症に侵されている。そんな中根にとって、智子たちはまたとないナコであった。シンゴと話しているうち、智子は次第に、中根は自分が説得してしまえる自信が湧いてきた。すると、いつもの呑気で独断的な空想が羽を広げ、シンゴの家族が、 自分と入れ替わりに、ここへ移ってくることが、いよいよ何の不自然もないことのように考えられてきた。要するに、あの人の気持ち次第ね。慎吾の妻さえ、この案に賛成したら、この計画は成立するのだと、智子の空想はそこまで結論を出していた。ものは試しだわ。 とにかく、あの人にこの案、相談してみたらうん。慎吾までがとうとう、智子の計画に、いつの間にか引き込まれ、感情のこもった返事をしてしまった。長い歳月続いてきた慎吾夫婦と智子との関係を、智子の側から生産しようとした時期の出来事である。それだけに、 そんな話を受ける慎吾の妻の思惑は、影の多いものになるはずであった。その次、妻の元からやってきた慎吾が、智子にだけ読み取れる曖昧な微笑をしながら口を開くなり、来てもいいってさ、と言った。え智子の方が、 かえって慌てた不用意な声を上げた。シンゴの妻が、智子の考えた二重引っ越しに賛成したというのである。シンゴが妻の元に帰っている四五日の間に、智子は不覚にも自分から切り出したこの計画を、ほとんど心の中で見放していた。一人になって考えてみると、この計画の卑怯さだけが目立って、まだこの上、 世間の物笑いの種を作りそうだという世間並みの判断もできてきていた。信吾には自分のどんな突飛な発想もいくつかの屈折を超えてたちまち受け取ってもらえるように信吾の考えや行動がその妻に受け入れられていようとは智子の想像の及ばないところだったのだ。智子は不意に 見たこともない慎吾の妻に、ほとんど肉体的とも言える親近感を覚えていた。慎吾という一人の男を通して、八年間、互いを意識し続けてきた二人の女の間では、憎悪や嫉妬の歯車にかけられただけ、鋭く感応し合える動詞の神経が発達しているのかもしれない。 少なくとも、智子が全く虚心にこの計画を思いついたように、慎吾の妻の方でも、ひとえに生活の便宜上から、その企立てを虚心に受け取ったのだろう、と智子は感じていた。慎吾は智子の部屋を名義上の仕事場としているし、一人娘が春から大学へ上がり、都内で下宿していた。 そんな慎吾の家にとって、都心への引っ越しは、当然必要なはずでもあった。夫婦の間で、その問題がどのように検討され、どんな心の紆余曲折の果てに、智子の提案が採用されるようになったかということには、智子は想像を巡らせてみようともしない。これまでの三人の均衡を保つ習慣から、 智子はなるたけ、シンゴと妻の生活や会話の上に、想像をめぐらさない習慣を自分につけていた。それは、たしなみや遠慮からではなく、自分の傷に触れたがらない、自衛本能のようなものであった。結果的に見て、自分の考えが、シンゴの妻に素直に受け入れられたということだけで、智子はすっかり気をよくしていた。 シンゴと別れる決心を固めるまでには、シンゴの妻にも内心散々悪態をついたことも、ケロリと忘れたように見えた。その日の午後、大家の中根にこの計画を打ち明けている時の智子は、シンゴの妻のために努力している気持ちに本気でなっていた。 私の方としては、誠に願ってもないことです。定年を過ぎて、修辞の塾を開いているクリスチャンの中根は、膝の上で手のひらを握り合わせ、短い黙祷を捧げた後言った。さらに。あなたお前に言いにくいことのようですが。と前置きして、これがもし、 シンゴの妻が出て、トモコが入るというのなら困るけれど、トモコが身を引き、シンゴの妻子が来るということは、道にかなったことだから結構なことだと言った。それから急に世俗的な表情に顔を崩すと声を低めた。トモコさん、いい潮時ですよ。早く、あなたも、 身を立て直されることですね。智子はそれをそのままシンゴに伝え、首をすくめた。みんな、変わってるわね。こんな場合に、道を解かれようとは思わなかったわ。一体、誰が一番変わってるのかな中根さんだよ。シンゴは子供投げに行った。 そんなことがあって、その年も押し迫った暮れの28日に、智子は今の家に引っ越したのだ。信吾の衣類や信吾の書棚、机などはそのまま置いて出ればよかった。大晦日に信吾が妻を連れて挨拶に中根を訪ねたということを智子は聞いたが、その場面を想像しても、格別特殊な感情も湧いてこなかった。 そのことに深くこだわるほど、智子の新しい家での生活が落ち着いていないせいもあった。シンゴの一家は、七草が開けるのを待ちかねて、智子の後へ移ってきた。二度も立て続けの引っ越しだからな。すっかり腰を痛めたよ。冗談かと思ったら、本当に腰を痛めて、 シンゴは二三日寝込んでいた。それを電話で聞いたとき、初めてトモ子は自分と暮らした部屋に寝込み、自分ではない女の看護を受けているシンゴを想像すると、奇妙な気持ちに捉えられた。トモ子もシンゴの妻も、生活環境の違った中で全く新しい感情に不慣れなとき、シンゴだけが 住み慣れた場所に寝ているというのがおかしく、慎吾の今の心境を想像すると、智子には初めて慎吾の心が不透明なものとなって、理解できなくなっていた。去年の秋も深くなってからの頃だった。長い二人の関係を清算する方法は、 二人の生活の習慣の染みついたこの家から、自分が出ていくしかないのだと、智子は決心した。八年間、信吾の訪れを許し続けてきた智子には、別れの決心を固めても、信吾の来訪をきっぱり拒絶する勇気がなかった。信吾を裏切り、昔の男との関わりを持ってしまったりしていながら、 とも子は相変わらず、シン吾への愛と、シン吾との生活の習慣に、強く執着している自分を感じていた。自分の金で借りているその部屋から、ン吾を追うという一番簡単な別れの解決が、とも子にとっては、命を絶つことよりも難しい。シン吾の欲しないことを無意識に避け続け、 シンゴの心をいたわり続けてきたことが、これまでのとも子のシンゴへの愛の形であり、習慣であったのだ。別れという土壇場に望んでも、とも子はシンゴに切りつける刃があるなら、それで自分を傷つける方が優しかった。シンゴの訪れを拒絶する代わりに、自分が 自分の家を逃げ出すという方法に気づいたとき、と子は初めて、ほっと、安堵のため息を漏らした。智子の方から別れ話を持ち出してからは、智子と信号はそれぞれに悩み抜いた。なぜ別れなければならなくなったかを詮索することより、終わりには、ゼガヒでも、 別れなければならないということが、智子には課された刑のように、厳然としたものになってきた。いたわり合い、慰め合い、お互いの傷をかわい合って暮らしてきた信吾との生活の習慣は、信吾の妻という一点に目を背けてさえいれば、湯に浸かっているような気だるい心よさがあった。 この心よさから抜け出すことこそ、と子が果たさなければならない義務だと思ってきた。愛しているのだからというのが、それまでのと子の旗印だった。それを唯一の頼りに、信号との結びつきの始めが、流れのよどみの渦に巻き込まれた落ち葉や悪田が、ふと重なり、もつれ合ってしまったような、無意味な常時に始まったことには、 目を背けていた。智子の過去はいつでも衝動的にことを起こしてしまって、後から使用ことなしの理屈づけをしていくという順序で押し流されてきた。智子は今、初めて、流される前に自分で意思したことに自分の行動を当てはめてみようという、 新しい試みをしていた。思い詰めた智子から移転の決心を打ち明けられたとき、信吾はむしろあっけないほどの素直さで、智子の決心に頷いた。あまりの抵抗のなさに、智子はふっと、信吾はこの移転を、これまでの二人の部屋の移転と同様に、信吾自身をも含めたこととして、 考えているのではないかと疑った。智子はそんな慎吾の出方に拍子抜けしたような気持ちを味わっていた。同時に慎吾と結ばれて以来、慎吾はいつでもこんな消極的な受け身の応じ方でしか愛のありかを示してくれなかったような気もしてきた。智子だけが計画し、 シンゴが従う生活の方式が、いつの間に習慣づけられたのか、またどちらからも落ち出したものか、もう見分けもつかないほど、二人の間には生活の赤が染み付いていた。シンゴは二人の間で別れが決定的なものとして語られた後も、相変わらず、 それまでの習慣を改めようとはせず、妻と智子の間を定期的に往復していた。変わったのは、二人の話題が、智子の新居についての話に次第に絞られていくことであった。今度こそ、鍵のかかるアパートの一人の生活がしてみたいと言い出した智子のために、信吾は当然の義務のように、自分でも こまめに新聞広告を見て、部屋探しに出かけ始めた。二人で揃って見に行く時もあった。慎吾はその都度、部屋が汚いとか、環境が悪いとか、管理人が気に食わないとか、もっともらしい理由をつけて反対する。そりゃ、ともこの希望通り、二間バス付きさ。だけど、あんな途中の寂しい道は、 とてもダメだよ。この間、女がその道で襲われたばかりだと言っていた。とか、とにかく陰気なんだ。あんな暗い部屋で、トモ子が一人住めるものか、ダメだよ。あんなとこ。などというのはいいとしても。ほとんどの部屋がバーの女で、近所の話じゃ、みんな男が通ってくるそうだ。 そんな環境の悪いところはダメだよ。と、大真面目な顔つきで言うのには、智子の方で失笑してしまう。信吾のその口調は、自分が智子のもとへ通うのは、そういう女たちのもとへ男が通うのとは、全く性質が違うと決めてかかっているようであった。 この畑の中の縦売り住宅の広告がとも子の目についたのは、そんな部屋探しにもほとほと疲れ果てた時だ。信吾と分け合う一つの床の温かみの中から首だけ出して、長官の土地家屋案内欄を丹念に眺めていたとも子が、アパート案内の欄がつきた隣に、和室六畳、六畳、四畳半、 台所、風呂備蓄月賦か、とあるのを見つけた。価格は190万で、34坪の実付というのも手頃であった。智子にそんな金があるわけではない。月布なら何とか払ってゆかれないでもなかろうというところだ。頭金の額も智子の懐感情には頃合いであった。これよ ほら、どうともこは調子づいて一面の記事に読みふけっている隣の信号の足に自分の足を絡ませていく。雲一つなく晴れ渡った空の色は林道色にさえ帰っていた。通り過ぎる家々の庭先に サザンカが咲き残り、鶏が何に怯えてか飛び出してきたりする。ゴッホの画面のような畑の畝の上を、光りながら吹き抜けてくる風には、木製の匂いがこもっていた。不動産屋の物々しいキャデラックに同乗した専務と名乗るチャップリンヒゲの子男が、 とぼけた表情の中からずるそうな抜け目ない目を光らせて、智子と慎吾の関係を読み取ろうとする。奥さん、奥さん。と二言目には、智子に呼びかけながら、智子はその子男が、決して二人を正常な夫婦とみなしていないのを感じ取っていた。慎吾は裸になれば暴ばらが浮き、 長い腕やすねなどにはほとんど肉らしい肉がなかった。まるで骸骨のような貧相な体なのに、衣服をつけると見違えるように貫禄がついた。不遇な信号にも数年前、本意でない読み物が当たって、奇跡のように金の入ったほんの短い一時期があった。 その悪夢のような時が通り過ぎた後には、以前よりもっと凄まじい悲惨な月日が待ち構えていた。けれども、慎吾はその悪夢の花やぎの期間に、ようやく一通りの衣服を整えておいた。おしゃれな慎吾は、作る時は最高級のものを弾む。数年経った今も、手入れのいい慎吾の背広もオーバーも、 さすが英国の何々という銘柄の高い布地の誇りを失わなかった。彫りの深い北方系の浅黒い顔に、眉間に深い縦じわを刻み、無口に相手の表情を凝視すると、気難しいプロフェッサーのような重々しさと、深刻な情緒がにじみ出た。慎吾の裸の中身を知り尽くしている智子には、 そんな信吾の外貌に威圧される目の前の髭の孔男のような表情は見慣れていても、その都度やはり一種の小気味いいおかしさがあった。そして結局は、そんな信吾の外貌に、トモ子自身一番惹かれて、ここまでついてきたのかもしれなかった。そんな時、トモ子は信吾を引き立てる側に無意識に回り、 同家を務めてしまうのであった。運ばれて行った先は練馬といっても埼玉県の県境に近いところだった。晩秋の晴れた日でまだ武蔵野の面影が残るこの辺りには、東京とは思えない趣のある薔葺の百姓屋がそこここの森陰に覗いていた。 バス道路から200メートルほど入った畑の真ん中に新築の家が一塊立っていた。ちょっと見にはモダンな色とりどりのそれらの家は型通りのブロックの塀にコセコセと囲まれていた。まるで人の気配もないような静けさがよどんでいたが、そのほとんどはすでに人が住まっている。売れ残りの家を 次々覗きながら、慎吾と智子はいつの間にか二人きりになって、一軒の空き家の中に立っていた。案内役の子男の声が何軒か先の勝手口から、井戸がどうのこうのと聞こえてくる。どうやらこの家は日当たりは最高の位置にありながら、あまりの外見の不格好さから売れ残っているらしい。 道路に南面した六畳二間は、いっそない方がましなちっちゃな半減床のついた和室と、節だらけの板で床を張った洋室だった。その外にセメントで張り出した青写真にすればテラスと称するものがある。タイルの風呂場と、はばかりのゆったりしているのがせめてもの取り柄だろうか。智子はさっきから、 思いがけず、一種の干渉に襲われ、いつににず、無口になっていた。もし、ここへ来るとしたら、どうする一人じゃ、暮らせないだろう埃りっぽい部屋の真ん中に立って、タバコに火をつけながら、ンゴが呟いた。 智子の心の中を見通している、慎吾の小姉だった。<laughs> なんとかするわ。住み込みのお手伝いを田舎に頼んでおく。その口調は慎吾に答えるというより、自分に言い聞かせるように聞こえた。日の当たるガラス戸をいっぱいに開け放ち、透明な秋の午後の陽光を家中に溢れさせながら、 も子は不思議に自分が今暗い海底か少状とした荒野の真ん中に一人置き去りにされているような心の寒さと紐じさを感じてきていた。がらんとした埃りっぽい空き家でも人が住み着き書体道具が収まりさえしたら結構賑やかな 人懐かしい空気に満たされてくることを、智子は過去の数多い引っ越しの経験から承知している。けれども8年前から、智子は、シンゴの来ない自分の部屋を、もう想像できなくなっていたのだ。シンゴが一人でアパートの空き部屋を見て帰るたび、 どんな高級アパートから帰ってきても一種の怒りを込めてあんなところに住まわせられないと言い募った気持ちが初めてわかるような気がしてきた。とも子には突然、信吾と暮らした過去の様々な部屋が一挙に思い出されてきた。中央線の郊外の欅ヤキの並木のある街道筋に面した 荒物屋の坊主畳の離れ。駅前商店街の真ん中の中華そば屋の菓子井田二階。二百坪の庭の真ん中に立った完成な屋敷町の隠居所の霧色のあった風雅な離れ。それらのどの部屋よりも長くいる現在の二階屋。荒物屋では 初めて信号が酔って止まっていった。智子は意外に大きい信号のいびきに怯えてしまった。下宿に内緒で止めた苦心もそれでばれてしまい、智子はそこにいたたまれなくなった。中華そば屋の貸し枝2階はどんなに気を使っても柱が揺れ床が鳴った。夫に捨てられた小ちの未亡人は 三ヶ月で理由も告げず、二人を追い立てた。出かけに、未亡人は、トモコの耳に口を寄せ。小杉さんは、肺病ですよ。私は昔、看護婦をしていましたからね。わかっているんです。あなた、今のうちに、別れておしまいなさい。と、囁いた。そのくせ、トモコの留守には、 信吾に身の上相談を持ち込み、息子の進学の指示を仰いだりした。風雅な隠居所の70歳の老女は、誰よりも信吾を信頼した。中期で倒れた時には、莫大な財産目録の隠し場所を、密かに信吾にだけ教えたりした。信吾の訪れる足音を、友子以上に待ちわびていた。 どの部屋の壁にも天井にも、すすけた柱の一本一本にも、と子は、シンゴとの生活の思い出や傷跡を、ありありと思い描くことができる。それらの部屋を見つけるとき、ともはいつもシンゴの手を借りなかった。引っ越しまで、大抵はシンゴの留守の間に片付けてしまった。 どの下宿でも、後から当然のように通ってくる信吾を見て、と子の境遇を言わず、語らずに察した。一向に悪びれないと子と信吾の態度に、大家の方が圧倒されて、いつの間にか二人の関係の不自然さを忘れてしまう。三十年来、小説を書くという一時に男の生涯をかけ、 その道で一向に報われない信吾は、世間では何の肩書きもない、無収入に近い男だった。仲間うちでも妙に打ち解けない陰気さと、気ぐらいの高さが気の許せない人間と見られ、友人もほとんどできない。それなのに、友子の下宿の大家たちは例外なく、信吾の人柄を応用だとみなし、 誠実でおとなしいと気を許したり、時には頼りにして相談事を持ち込んできたりする。不思議といえば不思議だった。私の星は流浪の佐賀なんですって。私と付き合えば、真まで生涯、住居も定まらず、放浪しますよ。そんなことが平気で口にできたのも、 シンゴという盾が自分の生活をかばってくれる安堵と甘えからではなかったか。あれだけの生活と歳月を一緒に歩いてきたシンゴと、なぜ今まで通り心を寄り添わせていてはいけないのか。八年間目を背けてきた実態を今更のように見つめ直す必要が、果たして本当にあっただろうか。 いつの間にか、チャップリンヒーが戻ってきて、しきりにシンゴに決断を促している。こんな日当たり、めったにあるもんじゃありませんぜ。子供なんかには最高だね。旦那、お子さんはいないよ。そいつは、お寂しいね。その夜、珍しく、トモ子が眠りそびれている気配を察して、シンゴが闇の中で聞いた。 どうする、うん、明日中に一応返事するとヒゲには言っといたんだよ。決める。買っちゃえ。だってそうでもしないととても真と別れられないもの。智子はこらえかねて この頃勤めて慎吾には見せないできた涙を急に溢れさせ、泣き声を振り絞りながら慎吾の体に激しくしがみついていった。奥さん、見てください植木屋が庭から叫んだ。トム子は慎吾との電話を切ったまま、考え込んでいた汗を振り向かせた。 はじめからあった大山木の横に、すべすべした葉のないネズミ色の枝をしなやかに空へ伸ばした巣王が収まっていた。東のあられのような紫紅色の可憐なつぼみをいっぱいにつけた枝は、縁に優しかった。植木屋の帰った後も、智子は開け放した縁先に膝を抱き、 シンゴとのさっきの電話にこだわっていた。いよいよ電話を切ろうとして、智子はふっと湧いた疑問を口に出した。今、家からかけてるのいや、タバコを買いに出て、駅前だ。智子はふと、シンゴの今口にした駅前が、海辺の駅であり、 シンゴの使っている赤電話が、三月前まで、シンゴがあの町で使い慣れたものであるような錯覚を感じた。我が家に電話ができても、相変わらず、公衆電話でしか本当の会話のできないのが、シンゴとトモ子の間なのだろうか。トモ子は、かつて窓際に、 シンゴとトモ子の机の並んでいた二階の部屋で、一心に内職の要塞のミシンを踏んでいるはずのシンゴの妻のシルエットを思い浮かべていた。そして、やがて、その部屋へ帰っていくであろうシンゴの姿が、 友子の踏み慣れたあの急な階段を踏みしめる信吾の足音まで聞こえてくるような気がした。すると、そんな生々しい想像から、もう随分長く離れていたことに気がついた。引っ越してきた当座、友子はよくガランとした家の中で、突然襲ってくる孤独感に耐えかね、体を打ちつけるように畳に転がって泣いた。 故郷から呼んだ手伝いの少女は、そんなトモ子をさえ頼りにしているので、少女が使いに出た留守とか寝静まった真夜中に泣いた。風呂に入っている時も、川屋にいる時も、トモ子の涙は無再現に溢れ出したがる。シン吾との生活の間でも、シン吾のいない日が多かったはずなのに、その留守は、 こんな凄まじい寂しさに囚われたことはなかった。一年余りも心身をすり減らして、それを望んできた別れの実態とは、こういうものだったのかと、智子は自分の慌てぶりに目を据えていた。初めて持った家というのは、思いもかけないほど、 手のかかるものだった。誠意のない縦売り建築は、あらゆる箇所に手が抜いてあり、いつでもどこかが故障して、住人の神経を苛立たせる。生まれて初めて井戸水を使うも子には、井戸水が干上がるなどという現象も、現実には初めての恐怖だった。押し売りやセールスマンや証券会社の勧誘員が、 入れ替わり立ち替わり訪ねてくるのにも呆れ果てた。ハンドバッグの中身まで信号任せで過ごしてきた長い歳月に慣れ甘えていたとも子には、それらのどれ一つ取り出しても器用に裁ける問題ではない。引っ越し騒ぎで取り紛れていた間に、溜まっていた仕事の山に挑むことで、とも子は 自分を忘れようとした。日当たりのいい庭は、ともこの染色の仕事には思いのほか役立った。そんな時、ともこの耳に、今度の自分たちの二重引っ越しの噂が入ってきた。ナミエさんがね、よくもそんな関係の女のいた後へ引っ越していけるものだって。 あの人の奥さんの気持ちって、君が悪くなったって言ってたわよ。それを伝えたキミコも、話の中のなみえも、ともこの学校友達だった。たまたまなみえが嫁いだ先が、しんたちの住んでいた町だった関係から、なみえは、しんの妻とともこの因縁を知らず、しんの妻と親しくなってしまった。 それを知って以来、と子はなんとなく、慎吾の妻に遠慮して、恋に、波江との友情から遠ざかった。慎吾の妻の周囲を、一人でも多くの友人で賑やかにしておきたいというと子の願いは、と子の立場からは、随分滑稽な、矛盾した願望にかかわらず、それも確かに真実な、と子の感情の一面には違いなかった。 君子の話を聞いたとき、とも子はほとんど、浪江も、それを伝えた君子をも、憎んでいた。続いて耳に入ってきたのは、あんまりひどいじゃないあなたもあなたよ。八年も尽くした挙句追い出されて、その後、家中で乗り込んで来られて、よくも黙って、引き下がっていられるものね。 という知人の同情と憤慨に満ちた口調だった。軽率な進め方をした智子の方に深い意志はなかったけれど、もしかしたら、あの部屋に移ってくる決心をした信吾の妻の胸の内こそ、本当の地獄の火が燃えていなかったと、誰が言えるだろう。信吾から、 妻が同意したと聞かされたとき、一瞬誰よりも理解し合ったような感動に浸ったのは、智子の愚かな錯覚に過ぎなかったのかもしれない。その上、またしても智子は、不用意に信吾の妻を誤解されやすい立場に追い込み、深い傷を負わせているのかもしれなかった。その信吾の妻に対して、 なお、一層ひどい侮辱を与えることを、ともは、しんと計画してしまったのだ。さっきの電話の時、ともこは話題が尽きると、植木や井戸の話と同じ調子で、何気なく言ってしまった。小田原へ、ちょっと用があるの、明日。小田原ええ、染色の型紙を仮に出かけなきゃならないの。 それは、すぐ済むんだけど。今、あそこじゃ、桜の盛りだよ。昨日、新聞に出てた。あら、そう弾んだ自分の声の調子に釣り込まれたように、とも子はすらりと続けた。花、見に行かないシ吾ゴがだ玉の帰る素早さで応じた。行くよ、いつにする 何の不自然さもないシン吾の声を聞いていると、とも子の頭の中で、時間と距離の観念が、スーッと遠のいていく。とも子は、ン吾との新しい約束を深く考えたくない気持ちから、一体、いつからシン吾なしのこの生活に、こんなにも平然としてきたのだろうかと、思いをそらせていった。 新しい家で仕上げた自分の作品がたまるにつれ、ようやく家が自分の家としての実感を持ってきた。図案を書きながら、線量を解きながら、型紙にのみを当てながら、トモコはもうほとんど信号を思い出すことを忘れている自分を発見して驚くことがあった。あれだけの寂しさや涙を忘れるのに、 三ヶ月とかからなかった自分が信じられないし、許せない気がした。気がついてみると、引っ越し当座は何かにつけ、見舞いの電話をくれたり、それとなく様子を探りに来てくれていた、信吾の訪れも、電話も、次第に魔導になっていた。それに気づくと、智子はまるで、信吾から理不尽に捨てられたような、 矛盾した心細さと屈辱を覚えていた。心の底の底では自分でも気づかず、この家にもまた、ン吾が通い始めてくる日を待っていたのかと、ぎょっとなった。智子は不思議な発見をしたように、頭の中でシン吾の家と自分の家の距離を描いていた。地図の上では、 それはほとんど一直線にあって意外な近さを示している。そのくせ実際にそこへ行くにはバスや市電に何度も乗り換え乗り継ぎしなければいけずひどく時間を取るような錯覚があった。実際の距離はその何倍かある海辺の町からほとんど乗り換えなしで智子の部屋へ通っていた信号にとって 新しい智子の家は複雑無縁な距離感を持っていたのかもしれない。信号が無意識に距離感に左右されて、つい智子の新しい家を訪れることが億劫になるのも、智子が家の雑用や仕事に追われることで、あれほどの涙を忘れてしまっていたのも、つまりは、 生活という雑事と習慣の繰り返しが意外な強さで人間の感情や感傷を飲み込み押し流していくせいなのかもしれなかった。そしてそれはとも子に、信吾とのかつての生活がやはり愛や情緒より生活の習慣と惰性で保たれていたことを今更のように思い返させていた。 ン吾と別れたらン吾も自分も生きていけないのではないかと本気で恐れていたあの長い歳月の暗示は一体何にかけられていたものなのだろうかトモ子は急につきものが落ちたような虚しさと白々ららしさの中にいる自分を感じていた同時にひどく体中が軽く爽やかになっているのを 認めないわけにいかなかった。智子はその中で、明日はやはり、シンゴとの交絡を共にするだろう、自分を感じていた。さっき感じた後ろめたさはいつの間にか消えていた。同時に、ふと、生めいた淡い機体のようなものも、影を消していた。 新宿の小田急の改札口に、信吾は時間より早く着いて待っていた。別れて以来、一二度街で待ち合わせたこともないではなかったが、大抵智子の急ぎのようの前のほんの短い時間を、共同生活時代につながる事務的なやりとりが目的であっていた。今日のように、 二人だけの悲鳴やかな交絡のための待ち合わせは、初めてのことだった。二人並んで、小田急の小ざっぱりしたロマンスシートに腰を下ろすと、長い歳月の習慣が、三ヶ月の距離をたちまち埋めて、身のこなしだけは、すぐにぴったりと寄り添う二人であった。とも子は、 ほっとしたように、初めて軽いため息を漏らした。はぁ、あ、変なものね。なんとなく、人目を忍んでるって感じで、<laughs> 変だわ。シンゴの目も笑っていた。二人の仲を公然と、むしろ孤児するくらいの態度で暮らしていた三ヶ月前までには、 こんな忍びやかな気の使い方はしなかった。電車が走るにつれ、慎吾も智子もお互いが同じ思い出を胸に蘇らせていることを知っていた。最初、慎吾と智子が二人だけで旅に出たのが、この電車だったのだ。その旅にさえ出なければ、後に続く、 八年の二人の長い歳月は、全く違ったものになっていたかもしれなかった。その頃、慎吾は生活にも夢にも絶望し、死の道連れを欲しがっていたし、とも子はとも子で、半生の中で一番暗い、大敗的な精神状態に落ち込んでいた。 夫の家を飛び出し、新しい恋に自分から幻滅し、人に話せない惨めな生きずりの常時のおくさえあった。仕事のめどはつかず、どうにか女一人の生活を支えるためには、おびただしい屈辱の泥をこむらなければならなかった。誇りはとうに見失われていた。気づいた時には、底のない虚無の淵に、 ふり腰まで使っていたああ。こんな生活とは違う。こんなはずじゃない。ともこは自分のだらしない状態に悪態をつきながら、酔っ払って深夜の雪道に膝をつき、犬のように泣きながら、成長したいのに成長したいのに と身をもんだ。誘われれば、智子がカットを頼まれている文学サークルの同人だというだけで、それまでほとんど話らしい話もしたことのないシンゴと、たちまち旅に出かけるほど、投げやりな気分でもあった。約束の時間に1時間も遅れて待ち合わせの場所に現れた智子、こを、シンゴは、 辛抱強く待ち続けていた。かけていたのだ。といった慎吾のかすれた声が、トモコの胸を打った。こんなことに、これほどの必死さで、何かをかけずにいられない慎吾の深い絶望が、トモ子に伝わってきた。トモ子は初めて、優しい目の色で慎吾を見上げ、 古い恋人のように黙って、ン吾に従い歩き出した。同じ星から来た同類だという親近感が、トモコの心を和ませていた。ン吾について、その時、トモコの知っていたのは、ン吾が自分以上に何かに絶望しているということと、 感覚的に合いそうな人間だという、いい加減な憶測だけだった。その時、ともこには、それだけで十分だった。箱根へ着いた二人は、信号の歩きたがった旧街道を、あてもなく歩き続け、日も暮れそうな頃、ようやく行き当たりばったりに、 渓流際のわびしい三流宿に靴を脱いだ。部屋に上がって、智子が慎吾の上着をハンガーにかけようとすると、慎吾が背後から、恨みるなと声をかけた。えボロボロなんだ。玄関で慎吾が脱いだ、凄まじいボロ靴を、女中が下駄箱にしまいかけたのを見た時の、 驚きと恥ずかしさを思い出し、智子は思わず、シンゴの顔を見つめ、小さく声を出して笑った。自分のその笑顔が、優しい表情に和んでいるのを、智子はその時感じていた。シンゴはその夜、智子の持ち金をすっかり飲み尽くしてしまった。 智子を抱けないほど酔ってしまった慎吾の薄い胸に頭を預け、智子は自分が素直な小さな女になったような気がしていた。智子はしきりに焦っている慎吾をかばうように言った。いいのよ。そんなことで来たんじゃない。本当か 眠りましょ。なってないな。枕の下の渓流の轟きが夜通し二人を揺り上げていた。ふと目を開けたとき、頭の真上に慎吾の目があった。一緒に死んでくれないか。 ええ。<laughs> いいわ。智子は慎吾に笑いかけ、その微笑を口元に残したまま、引きずり込まれるように、眠りの続きに落ち込んでいった。あれは、夢だったのだろうか。 朝になって顔を見合わせたンゴは、包み込むような目でトモ子を見つめただけで、そんな気配も見せなかった。その旅から帰った後、二人の長い、本当の旅が、始まったのだ。八年前と同じように、 清潔な少女が紅茶を運び、レコードは爽やかになり続けている。智子は何気なく紅茶を持った自分の手の老いに目を止めていた。見返らなくてもわかっているシンゴの顔の八年間の老いに、自分の老いを重ねていた。四十の男が 五十前になり、三十の女が四十近くになる。時の無残さだけがそこにあった。小田原に着くと終日なのに、駅前は観光客の帯だしい人群れと車でごった返していた。いつの間にか空は真珠色に薄く曇りを帯びてきて、 方に触れた風がつと冷たかった。駅から間近に見えている城の方へ、智子は、信号に寄り添って歩いていった。観光客は箱根が目的なのか、城司公園の内へ入ると、意外に人影が少ない。高い石垣に沿って回り、天守閣へ通じる石段の前に出た一瞬、 トムコは我知らず、丹精な声を発していた。真珠色の空を切り裂く白亜の天守閣の鋭い稜線を背景に、石段の上の桜の大樹が華麗な花明かりを枝いっぱいに燃え立たせていた。石段は 淡雪のような花びらの白で飾られている。白の背後のなだらかな丘陵地帯も、花雲が薄紅色になびいていた。こんな花盛りにあったのは、はあ、何年ぶりだろう。シンゴも興奮を抑えた声で言った。 毎年二人で花見を思い立っては、いつでも間の悪い何かの事情で果たさなかった。別れてしまった今になって、二人でこんな花の命の吹き上げるような盛りに出会おうとは、互いに想像もしてみなかったことだった。天使の暴露の手すりに持たれ、二人は黙って下を見下ろしていた。 海はなぎ、とろりと、緑色に広がっていた。寒く、ないかいええ、少し、冷えてきたかしら。ともこは目を閉じ、胸いっぱい、強く息を吸い込んだ。 あるかなしかの風の中に漂っているシンゴの体臭が、肺の奥まで染みてきた。それは、ほのかな酸味をもって、すがすがしく、トモコの細胞に染み通った。もう、ほとんど忘れかけていたシンゴの匂いだった。鼻の生めきに触れても、 二人の間に生臭い性の原因は起こっていない。透明な懐かしさだけが、ともこの濃密な情緒になって、ンゴの方にまつわりもつれていく。ともこの胸を、安堵と、軽い失望に似た感情がよぎった。堀り端のが、 ここじゃ一番見事なんだよ。行ってみようか。智子は頷いて、信号の腕に手をかけた。甘えからではなく、信号へとも自分へともつかない一種の哀れみからの動作だった。回路を回るたび、下界の花のある風景がパノラマのように変現した。 もう、シンゴと二人の、こういう性質の時は持たないだろう。虚しさがすがすがしく、胸に満ちた。智子は今ようやく、シンゴとの長い旅の終わりに、たどり着いたような実感がしてきて、我知らず、小さなため息を漏らした。 疲れたのか <laughs> いいえ。たとえ、これから一人の生涯を、どれほど生きたとしても、これほどの花盛りには、再びは巡り合えないのではないだろうか。花びらが一ひ,ひら。 も子の背筋から紛れいった。ひやっとした冷たいものが背の奥でみるみるも子の暑さに溶かされていく。日の光がかすかに衰え。海は いくらか濃い色にかげっていた選び抜かれたとっておきの名作朗読文芸集「文芸」「ホラー」「スリラー」「サイコサスペンス」。 人生に潜むミステリアスな空間の数々、おすすめはこちら。よろしかったらチャンネル登録ボタンを押してください。